皆さんこんにちは。日本の政治家の小池百合子さん。小池百合子が暴力団と大物愛人を使って小泉今日子を潰した実態や爆弾発言の内容について紹介します。まずは小池百合子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小池百合子、1952年7月15日は日本の政治家、東京都知事、都民ファーストの会特別顧問、アラビア語通訳者、ニュースキャスターを経て1992年に政界へ転身したテレビ東京ワールドビジネスサテライトキャスター。小池百合子名義、参議院議員1個、衆議院議員8期、総務政務次官、経済企画総括政務次官、環境大臣、内閣府特命担当大臣、沖縄及び北方対策担当、防衛大臣、自由民主党広報本部長、自由民主党総務会長、自由民主党国際人材議員連盟会長、都民ファーストの会代表、希望の党代表を歴任した。兵庫県芦屋市出身、芦屋市立岩園小学校、江南女子中学校を経て1968年に江南女子高校に進学。在学中はテニス部、ソフトボール部、S部に所属した。高校2年の1969年12月、父親の裕次郎は第32回衆議院議員総選挙に石原慎太郎による将来的な新党結成を見据えた日本の新しい世代の会の推薦を受けて旧兵庫2区から無所属で立候補したが落選。1971年3月、江南女子高校卒業。同年4月、関西学院大学社会学部に入学。聴導員大学によれば、その後ほどなくして父親の会社が倒産し、一家は東京都の六本木に引っ越して聴導員の事務所で働いたという。1971年9月、大学を中退して父親の貿易先でもあったエジプトへ留学した。1972年9月、カイロ大学の入学手続きを行う。同年10月、同大学文学部社会学科に入学。1976年、日本航空カイロ支店の現地スタッフとして働き始める。同年10月、同大学文学部社会学科を卒業。帰国後はアラビア語の通訳として活動。1988年、テレビ東京ワールドビジネスサテライト初代メインキャスターに就任。1990年度の日本女性放送者懇談会賞を受賞。1994年、日本新党を含む旧連立派各党を糾合した。野党第一党となる新進党の結党に参加する。2000年の自由党分裂に際して小沢と決別して連立与党に残留。保守党結党に参加した2003年9月、第1次小泉第2次改造内閣で環境大臣として初入閣。同年10月の第43回衆議院議員総選挙では、保守党時代のコスタリカ方式の約束により自民党から比例単独で立候補。2006年に発足した第1次安倍内閣では内閣総理大臣補佐官、国家安全保障問題担当に任命される。2010年9月の党役員人事で自由民主党総務会長に就任した。党三役に女性が就任するのは結党以来初めてであった。2011年9月退任。2016年2月、フランス政府よりレジオンドヌール勲章オフィシエを受賞。エジプト軍部と小池氏の危うい関係に警鐘を鳴らしている浅川氏は同記事で以下のようにカイロ大の実情を指摘している。カイロ大学の権力を完全に掌握しているのは軍閥独裁国家エジプトの軍部であり、泣く子も黙る情報部です。大学といえば学びの園、学問の自由といった平和な生ぬるいイメージから理解しようとすると本質を見誤ります。その上で浅川氏は1952年の軍事クーデター、ナセル革命を紹介。カイロ大の知識人を軍部の支配下に置くためキャンパスに革命親衛隊を送り込んだことや、それに反対する学生や教員を弾圧してきたことを明らかにした。またナセル革命の中心人物の一人だったのはムハンマド・アブドゥル・カーデル・ハーテム氏個人が小池氏のカイロ大時代の後ろ盾の一人だったとも指摘し、この問題の本質を次のように述べた。
小池氏はこれまでハーテム人脈の権力構造により特別待遇を受けてきた。その恩に加え、小池氏は学歴詐称疑惑の渦中で迎える都知事選の直前、エジプトの軍閥から助け船を出された格好です。エジプト上層部カイロ大学側にしても何のメリットもなければ、いくらハーテム人脈といっても長年わざわざ小池氏を擁護する理由はありません。これは日本の国益にとってより本質的な問題といえます。実際、小池氏がエジプトの軍部と関係があったとして、日本政府はどのような対応が取れるのか。外務省関係者は次のように話す。今回の学歴詐称疑惑のような事例は発展途上国の大学ではよくあることです。まず国内の大学を抑えるのは開発独裁の国家が行う最も初歩的な統制の一つです。あくまで外交的な見地からの一般論ですが、いろいろなメディアで指摘されているように、小池さんがエジプト政府の強力な支援を受けていることは今回の駐日エジプト大使館の声明から見る限り間違いないでしょう。軍部の影響が強いエジプトであれば、政府の強力な後ろ盾とはナセル時代から続く強力な現地軍部とのコネクションであることも容易に想像ができます。ではその軍部を日本政府がどうにかすることができるのか。仮に今回の一件で東京地検などが強引な捜査などを行えば、明確な内政干渉に当たる可能性があります。嘘はつかないが本当のことを言わない、痛烈な女帝批判も黙殺だ。月刊誌文藝春秋で小池百合子都知事の学歴詐称工作に加担したと告発した元側近の小島敏郎氏が12日夕報道陣の取材に応じた。その3時間前の定例会見で小池都知事は学歴詐称疑惑を改めて否定。以前も騒いだのは2020年の6月で都知事選の直前、毎度毎度選挙のたびにこうした記事が出ることは残念と不快感をあらわにした。小島氏は20年当時エジプトの名門カイロ大学卒業に疑義が持たれた小池から相談を受け、カイロ大から声明文を出してもらえばいいと提案したと主張。小池知事から依頼を受けた元ジャーナリストが卒業を証明する文案を作成し、ほぼ同じ内容がカイロ大声明となり、エジプト大使館のフェイスブックに掲載されたと訴えている。この日の会見で小池都知事は小島氏の提案について鮮明には覚えていないと真正面から答えず、冒頭の発言はその対応を小島氏が皮肉ったもの。小池氏が次の知事選や衆院選でカイロ大卒と称した場合、公選法違反容疑で刑事告発するかと記者に問われると、弁護士である小島氏は最終的に裁判所で決着をつけなければいけない時のために証拠を保全していると言い切った。法廷バトルも辞さない構えだ。一部では告発を、知事とたもとを分かった小島氏の支援と、そんな元側近の覚悟をよそに主要メディアは爆弾告発をほぼスルー、学歴詐称の偽装工作という嘘に嘘を重ねる悪質な疑惑を前に及び腰で小池都知事の反論しか報じない。一体なぜ。小島氏の手記を一読した時は小池知事はここまでやるのかと驚きました。しかし誰が文案を作成したにせよ、知事の卒業を今もエジプト大使館とカイロ大が認めている以上、疑義を挟む小島氏の告発に乗るわけにはいかない。告発には卒業を覆す決定的証拠の提示もなく、慎重に扱わざるを得ないのです。民放の報道番組スタッフ、今回の告発は一部で、知事とたもとを分かった小島氏の支援、都政関係者とネガティブに評されているらしいが、小池知事の言い分だけを垂れ流す理由にはならない。少なくとも今回の疑惑について独自にカイロ大やエジプト大使館の見解を求めるべきだろう。静観を決め込むなら主要メディアは女帝の言いなり、完全に腰が引けている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。